よし、じゃあ続けていくか。こっち行けねえ、こっち行けねえで、多分ここだね、ここ行こう。なんかレオン、PS 版のレオンの時、ここ行った記憶あるんだよね。こっち側行った記憶ある、ある、うん、あるよ。ここ入れんのかな？なんかキープアウトって書いてあるけど、これは？おぉ！おぉ！おぉ！びっくりした。いや、上がんねえ。ちょっとだけ、くぐってけけいか。なんかセーブしてるし、左上で。いやー、もう何これ、ちょっと血じゃないこれ。いや、ちょっと、くらっ最高。最悪よ、もう。どこにいるの？うーわ、くらっ海中オンリーじゃん。いや、ちょっと待って。うーわ、クラックラックラック。プレスルーム。そうか。プレスルームがあるって書いてあったな。イグジット。出口から入るって感じ。まずはここ行ってみるか。何これ。おー、なんだろ、これ。あれかな、ヒューズみたいな感じこれ。特にアイテムはない。持ってないね。まずここから入ろうかな。開かね？開かないの？なんで？なんで？力の限り開かない？ダメか。進むしかねえわ、これ。やばいな。窓、大丈夫。構えながら行くか。ん？あ、人かと思った、違う。おい！おい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 ！電気か。電気、電気ね。電気ならまだいいけど、これは何？これはハーブじゃないね。なんもないね。相手ほんとなんもないな。集中して。あ、何あれ？集中。なんか光ってんだけど。なんか光ってね、火柱みたいになってるんだけど。なんだろうあれ。いやーちょっとね、これはね、走るもありかもしれんない。いや、あ、プレスルームに入ろう、まずは。走ってプレスルーム、走ってプレス、走って、よし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 いないか。人はいいんだよ、別に。ゾンビいないね。オッケー。なんだろうこれ。あ、電気か。あ、これはこの電気は生きてんだ。なんか調べられるか。何かないか。なんもねえ。あ、なんもないわ。なんか情報みたいなの得れると思ったんだけど。この紙なんかメモっぽいんだけど見れないのかな。明るくなっただけか。あ、暗くもできるんだ。ああ、なるほどね。まあいいや、明るくしとこう。ここはまだ通れないね。あ、これラジオ。何？電気つけただけ？収穫ゼロじゃん。なんだよもう。開けたくねえ。よいしょっと。まあ、いなそうだね。はい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 。よし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 。これは？ホールド？あ、おしっぱってこと？よし、頑張れクリア。よし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 、いいね、いけた。もうね、ゾンビ来るんなら来ると言ってほしいんだけど。これなんだろう、開くのかな。この辺もなんか手に入るよ。女子トイレじゃん。いい、開けるよじゃあ。いいぜいいぜ、ほら来い。よし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 。なんでここだけ溢れてんの、上にいるとか。よし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 よ
走れ、走って、走って取り方だよ。よし、あの警備室だ、警備室に行こう。ひどすぎる。おー、ジーザス、ジーザス、こいつら、こいつら起き上がりそうだね。チェーンか。起きないでね、起きないでね、起きないで。あー、なんで、どこ、こっち、ここ、どこだ、ここ、今人の声だったね。ここかな、ここ、あ、これだ、これだ、これだ、これか、これか。あ、開ける開ける、連打か、連打するよ、連打。よしよしよし、はい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 、あ、来た来た、あ、はいはいはい、大丈夫。あ、これまだ引けんじゃん、大丈夫か、大丈夫。しかし大丈夫か、ちょっと大丈夫か、早く、下半身なくなってるかと思った。大丈夫か、ごめんなさい、死んじまったぜ、くそー、まずい、なにこれ、なに、スマホ、手帳、はい、ページ切り替え、なにこれ、ズームができない、3、ゴッデススタチュー、あー、なんかこれホールにあったやつかな、あー、なんか、はい、なんかこれ見たことある、見たこと、ちょっと待って、あの、見にくいからちょっとテレビに近づくわ、1メートル以内を保ちつつね、あのなんかさ、左のページの上のさ、像いたよね、確か、あれマーク取れるんだ、あ、なるほど、そう、あ、うん、なるほどね、メインホールに戻る、よし、メインホールはどこだ、メインホール、あー走るぞ、クレア、開けて、なーにこの人、ちょっとバーカやろ、噛むんじゃない人のこと、あー、明らかにもうゾンビ、走るぞ、こいつは絶対起き上がってる、まずい、左にターン、よし、いけ、バラバラになった。あ、大丈夫、しばらくは安全だ。あ、大丈夫、この人噛まれてるけど。マーヴィン・ブラナだ。あー、マーヴィン、あー、先輩じゃないですか。まだ人間で喋れる頃のマーヴィンだ。自分の身は守れる。あ、ありがとう。サンキュー。この人、右の脇腹完全になんか中身露出してましたけど、一つ確かなのは、はい、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど、あとは我々だけ。クレア冷静だな。それは持っとけ、念のためだ。警察無線、すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。本当に妹か。そう、なんだ、何かあった。クリスはこの頃ここにはいないんじゃなかったっけ。奴は休暇中だ、数週間前にヨーロッパに行った、そう、そこで確かあの洋館事件に巻き込まれてるはず。それはよかった、ここにいないだけね。まだ朗報がある。どうしたん。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。さっきのメモ、いいわね。おお、血がついてる。壁、病院に行かないと。いや、俺のことはいい、自分で何とかする。大丈夫。ダメよ、放っておくわけにはいかない。聞くんだ、クレア、自分の身を守れ。俺救急スプレー2本持ってるから
1本ぐらいなら使ってあげるよ。な、俺はいいんだけどな、それで。渡しておく。あ、何、銃の弾。あ、何それ。それはあなた。え、何それ。ありがとう。な、何。もし奴らを見つけたら、相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。あ、重い政府だな。これ何、何それ、何もらったくれよ。出た、来た、ほら、ナイフ来たぜ。マービンナイフ大事に使おう。装備して使用する、構える、構え中に R2、 あ、敵に組みつかれた時 L1 で反撃できる。反撃に使ったナイフは敵を倒した時に耐久値が残っていれば回収できる。え、ちょっと待って、じゃあ何、え、無限じゃないのこれは。反撃に使っちゃったらもう使えなくなっちゃうかもしれないってこと。やべえ、やば、や、いや、それやだな。あ、装備した、はい。サブウェポン、構える、攻撃、はい。サブウェポン、これ装備してるよね。サブウェポンでしょ。 L1、 あれ、あ、サブウェポン、あれ、サブウェポン、あ、あった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 、あれ、サブウェポン、あれ、どうやって構える、ちょっと待って。装備してるよね。あれ、あ、こうやって、あ、なるほどね、こうだ、こう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 。マービーの近くではナイフ触れないようになってるんだこれ、多分。そうだ、ほら、押してもナイフ構えないもん。マービーの近くで触れないようになってる。カプコン優しい。こうだ、こう。ゾンビ来た、ゾンビ下にいる、こう。よし、ゾンビ上、頭、足、下、よっしゃ、いい、イメートでバッチリ。いいよ、セーブ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 しよう。とりあえずマービン話せないのかも。そう、ここに多分メダル、メダルみたいなはめんだろうね、持ってきてと。あ、ちょ待って、セーブの前にさ、あれだ、あれ、あの上に行ったじゃん、なんか変な、さっき手帳にあったぞ、これあれでしょ。あ、そうだと思う。あ、多分そうだ。これちょっと手帳見よう。手帳は、あ、これ警官手帳、これだ。あ、これだ、これだ、これ、これ。これそうだよね。あのマークを揃えるんじゃないかな。わかりにくいけど、ライオンマーク、あ、やっぱ3つだよね。あ、そうだと思う。あ、これだ、これと、これと、あとなんだ、これとこれと、これとこれと鳥みたいなやつか。鳥。これじゃね？なんで？なんで？真ん中は違うのかな？わかりにくいね、この警官手帳。いや、合ってると思うんだけど。違うの？ライオンと、ライオンでしょ？だって、ライオン、あ、これか、こっちか。ちげえ。これがなんか違うのかな？でも、これぐらい、あ、これかな？違うし。あ、違う、決定ボタン押さないとダメなんだ。これと、これだ。来た、ほら、おっしゃ、出た、メダル、ライオンメダル、ありがとう。よし、オッケー、幸先いい。早速メダルはめに行こうぜ。マービーメダル取ったよ。この調子あと2つですぐ揃えてくるからな、俺がな。よし、で、はめると、いって、オッケー。あ、なんか、あー、下に行くエレベーターみたいなのが出た。うん、頑張って、まだちょっとかかる。うん、頑張って、もうちょっと待ってて。よし、セーブだ。ここまでの俺の戦いを、勇敢だったな、クレア、頑張ったよ。アイテムボックスに預けるのは、あ、救急スペアね、1個預けていいと思う、もう。うん、あー、いいと思う、これでいいと思う。ハーブは持っとこう。救急スペア持っといた方がいいかな。オッケー、
OK、よしよしよ、いいよ。で、これが多分ナイフで切れんじゃないかって話なのよ。来た、ほら、ああ、いい。ああ、いい、いい。よし、開く。開いた、よし。よし。よし、OK。お、はっ。よし。いいね、グリーンハーブ。レッドハーブとかできたら組み合わせたいね、ぜひね。あ、これ10じゃん。きたー、これ打ち放題だね。でも確かね、あのバイオ2ってあのクレア、例えば クレアを先にやったらクレア編で取ったアイテムはレオン編では回収できなくなったりするので、なんかあの後の主人公のためには残しておいた方がいい場合あるんですよね。まあでもまあまあ生きるためにね、必要最低限のことをしていこう、クレアな。なんかこれ覚えてんだけど、レオン編でさ、ここ来た時になんかリッカーがさ、この辺さ、スルスルスルって通ってんかなかったっけ。そう、覚えてる、ここ。ということはこの後、うん、なんかいるね。ああ、予備軍がいる。よし、地図。こっちは何もなし。アイテムは、あれ？くぐれたりしないのか。まあ、走るわけにもいかないんだよね。ナーサンバード？川を東に進む？なんだろう？何これ？びっくりした。あ、なんか調べられるよ、この人。なんで？あ、無線だ。うわぁ、もうがっつり。あ、なんで？よう触れるね、お前。おん？バーカ、ちょっと何これ、何やられてんのこれ。走りますか。はい、でここ入ろう。入る。くそー、クローバーの鍵が怖い。ちょっと待って、暗いってやっぱり怖い。何これ。何なんだろう。なんかできんのこれ。なんかアイテム使うのかな、ここで。ってことだよね。走ろうかな。なるほど、はい。走ろう。走った。はいはい、走る。まずい、これはまずい。まずい。いや、まずい、出てきた。まずい、右、よし、こうだ。入った、オッケー。よし。弾あるけど、ちょっと今はね、これはレオンに取っとこうか。ん？ちょ、で、やめて。何、ちょっと。やめて、マジかよ、おい。外した、バカ。外したよ、バカ。あー、もうなんで、俺もうなんで、緊張するな、クリア。大丈夫だよ、大丈夫、緊張するな、落ち着け。落ち着けば倒せる。そう、いつだってこうやってやってきた。よし、ドア突破してくるのか。近畿時代逮捕録、9月25日、市内で発生した大規模な暴動により、東大警察を、警察署一時的に避難所ところと決定した。あ、さっきのアナウンスはそれか。全署員は市民の受け入れと方向を最優先とする。夜半市民の人が署員に襲われる事件が発生。署員1名が死亡、3名が軽傷を負った。当該市民は間もなく鎮圧された。極度のストレスにパニックと考えられる。まあそうだよね。まあそうだよね。まあゾンビなんてね、そう出ないもの。そうそうというか、まあ出ないよね。ボートにより当警察署による襲撃が発生、戦闘による死傷者多数、非常シャッターでの封鎖による避難に成功するも、省周辺は無数のボートに取り囲まれ、脱出は困難と判断された。外部との連絡は不可能。ああ、なるほど。だから、あの、トラックのうんちゃんのラジオが途中で止まっちゃったんだ。13時、警察署西側で再び戦闘が発生、12名死亡、生存者はわずか、署内はひどい混乱に陥っているデビッド・フォード。
やっぱボートっていう扱いなんだね、記録上は。あの弾取りたいけど、まあまあまだいいかな。お、地図、1階の地図あって、あ、いい、いいね。作戦会議室、あー、なるほど。あ、ここなんか抜けられるっぽいけど、なんだろう。あー、登れるんだ。ちょっとその前にこっち側行こう。え、またこれ？あー、もうこれ、ナイフ無理？ダメか。なんでもナイフで解決すると思っちゃう。これ大丈夫なの？生きてる？本当に、マジで。こういう、ほら！ほら、生きてる！ほら、生きてる！ほら、生きてる！ほら、生きてんだよ、こいつは！ほら、もう、あー、ナイフ使っちゃダメ！使っちゃダメ！使っちゃダメ！このナイフ回収したい！あー、ちょっと、ま、こ、ナイフ使っといて、それはないだろうがよ！なんなの、このバカ！死ね！え、これ強くない？よし！やった！ちょっと血ついてる。もう反撃ナイフ使えない。もうとっさに使っちゃった。あ、こいつまだ生きてんじゃないの？大丈夫マジで。やばいね。ナイフ振ると、ちょっとあれかも、ご法度かも。てか、弾ねえわ。やばいわ。これ。うん、弾回収しよう。え、ゾンビ完全に死んでなかったの？もうギャ、もうギャ、ちょ、半ばちょっと本当に本当になんか、どうせ死んでんでしょうぐらいの感じで、ブスってやったら生きてたっていう感じがやだ。うーん、ハーブ使うか、でもまだな。赤なんて使う。はい。なんかいるね。なんかいるわ。おー、この人大丈夫？あ、なんか喋れる。いい。素晴らしい。起きないでね。これ後ろ通るのが定石でしょ。後ろ通って右に行こうかな。ちょっと失礼しますよ。おいおい失礼。え、マジ？やばい。マジかよ。いや、ちょっと使わない。ナイフは使えない。痛い痛い痛い、こうバカ。まずい。やばい、死ぬかも。ちょっと待って、組み合…いや、まあ、救急装備使っていいんじゃない？もう使おう。まあ、そう、使用感を覚えるのも大事よ。ここか、ここだ、ここだ、ここだ、ここ入ろう。開かないよ。開かない、開かない、開かないから、備品保管庫に行こう。こっちだ。ここ。よし、オッケー、入った。なんかいろいろある。あ、これあれか。あ、なんか入ってる。開けろってことかな。開けていいんじゃないこれ。あ、弾がある。よし、オッケー。これは？あ、これはなんかあれだ。ウェポンズロッカーで書いてあるから。ん？え、マジで？え、なんか来ちゃったんだけど、この人たち。マジで？倒さなきゃダメなのこれ。死んだか。よし。死んだから。え、ちょっと待って、え、ちょっと何これ、来るのこの中。え、ちょっと、マジで。え、ちょっとマジで本当に。え、どんどん来るんだけど。え、ちょっと調べられねえ。いや、殺しとこう、これは。やった、やった。死ね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 。死んだか。死んだ。頭なくなったから死んだろ。こいつも殺しとくか。死んだ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 。頭吹っ飛ばさないとダメだこれ。頭を切れ。頭を切るんだ。よし、オッケー。なんか俺やってることゾンビ以上のことしてる気がするな。こいつ本当に死んでんの？光りそうな気するんだよね、この感じ。まあ、とりあえず早めに208203、これでが多分操作するんでしょう。106とかやってみる。106だったっけ。あ、いた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 。109も確かあれだよね。109。
あ、てかこれニトさんがない。え、どうしたの。あ、いた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 。え、ニト、ニがないと10系が開けらんないじゃん。え、20系が開けらんない。え、ニトさんがない。え、ニトさんがないとダメだ。やばい。え、マジか。何これ。フィルム。あー、はい。これは頭でしょ。オッケー。いいね。結構遠慮なくゾンビ入ってくるな。やばいね。あ、なんかある。ロッカーの端末について。いくつか破損している予備キーを使用し、今すぐに端末を修理してください。犯人分かってるからな、このバカ力。誰だろう。クリスのことかな。予備キーなんてないよね。落ちなかったよね。まあいいや、出よう。